よいしょ。よいしょ。はい、こんにちは皆様、平山茂です。本日は6月9日ロックの日、水曜日でございますね。現在午前10時13分です。はい、今日はお休みということで、私ちょっと今から髪を切りに行きます。ちょっとね、だいぶもう後ろとかもう本当に気持ち悪いことになってるんで、横と後ろをねちょっとバッサリ刈り上げてやろうかなと思っております。さあ皆様、本日もお仕事という方は本当にお疲れ様でございます。本当に暑い暑いです。本当にちょっと今ちょっとコンビニでねコーヒーを買おうかなと思いましたら、こんなものを見つけてしまいました。ドン、 BTS 大好き、 BTS ホットブリューというね、なんかバニララテというコーヒーでございますけれども、どうこれいや嬉しい嬉しい、買っちゃったな。ちょっと値段聞くとビビりますよ。500円超えます。でもいいんだ、これはちょっともう永久保存版。ちょっと開封いきますよ。開封どうやって開けるのこれ。お、あ、回す感じでね、回しますよ。はいはい。おお、もう直接もうこういう感じ無駄にでかい。よし、味はね、もう味は想像にお任せします。基本僕コーヒーはねブラックを飲むんですけども、このバニララテ、まあ、バニラの感じはしっかりあります。砂糖もうちょっと入っててもいいかな。量は 270ml ですね。よっしゃ、まあいいんです、髪切りましょう。髪をね、ああ散髪後の髪型にチェンジしたいと思います。チェンジ。はい、髪切りました。休みか。今私がいるのはですね、あの岐阜県中津川市でございます。中津川市にある白石館というね、石をテーマにしたミュージアムがあるんですけれども、やってませんでした。お休みでございました。水木はお休みだそうです。皆様、中津川にある白石館、水木休みです。お間違えないようにお願いいたします。大丈夫ですね、大丈夫。さあ、改めましてですね、ちょっと移動しました。移動して中津川市の隣、恵那市にある恵那峡さざ波公園というところに行きたいと思います。ちょっと急遽ですが、こちらもね来たことないところなので、ちょっとどんなところなのか散策してみたいと思います。恵那峡ですね、恵那峡はね木曽川でございます。とりあえずね、すごいな。ほう、ここはねダムになってるんですね。なので遊覧船もあります。恵那峡遊覧船、一人1500円だったかな。
上がどんぐり広場になってますね。ちょっと後で上も行ってみましょう。まずはさざ波公園。もうここがさざ波公園なんですが、いいですね、ロケーションが素晴らしいですね。ちょっとね、公園の周りをぐるっと回れるような感じになっているので、ちょっと回りたいと思います。ちょっと風が強いな。ちょっとまた雑音がいっぱい入っちゃうな。奥に見えるのがダムの水をせき止めてる場所ですね。先ほどあのせき止めてる向こう側の橋をね渡った映像があったと思うんですけど、今そのダムの上の方に来ております。まあ、あちら奥の方に見えるのはエナキョーワンダーなんとかですね。今ここですね。こっちからこう来てこうやって一周しました。ちょっとこっちの方行きましょう。ここにね弁天島というのがあるので、ちょっとこのまま行ってみたいと思います。さあ見えてきましたよ、弁天島。そのまま橋を渡って行けそうなので行ってみたいと思います。上陸です。ちょっと山の島の中心部のちょっと丘の上の方に行ってみたいと思います。やっぱ景色がいいですね、うん、あ、いい眺めだ。まだ上行けますからね。もうちょっと上行ってみましょう。ちょっととりあえず一番高いところ行ってみたいと思いますけども、非常に暑いです。さあこのさざ波公園のこのちょっと島のね中心、一番高いところにやってまいりました。いいですね、ベンチとか置いてあってお子様も遊べますよ的な遊具もあって、ちょっとね銅像があるんで銅像のところに行ってみます。福沢桃助、いやいい景色ですね。今日はですね、本当はすぐ近くにあるストーンミュージアム白石館っていうねところに行こうと思ってたんです。
なんでそこに行こうかと思ったのはですね、あの今日髪を切ってもらったお友達の高村くんっていう子が、まあ、おすすめしてくれた場所なんですけど、そこはね、あのピラミッドがあるんです。ピラミッドがちゃんと中に入れるピラミッドがあって、そのピラミッドの中に迷路があるんです。その迷路にねちょっとチャレンジしたかったんですけど、やってませんでした。 Google マップではね営業中だったんですけど、ホームページというか、まあ、実際行ってみたら水木は休館ということで、まあ、ちょっとね残念でしたけど、またねまた近々行きたいなと思います、うん、大丈夫ですね、大丈夫大丈夫大丈夫。まあ、急遽今日はねこちらエナ郷の方に来ましたけども、ここもね本当、まあ、リゾート地といいますか、ホテルも周辺にいくつかあったりで、レジャー施設もあったり、本当にねいいところです。もうずっと昔からね名前は知ってたんですけど、エナ郷っていうのはね、まあでも本当に来れてよかったですね、うん、まあもう本当に本当に本当に大丈夫ですね、うん、また明日でございますね。また明日お会いしましょう。帰ります。皆様本日もお仕事お疲れ様でございました。明日もね頑張りましょう。ということで、それではおやすみなさい。平山茂でした。また明日。日本カモシカ発見。左方向です。